should start soon. I can check stuff. And I will turn off openness. This one starts farming. Still thinks I'm offline. That's weird. Okay. Oh wow. The hell is happening? Don't tell me to. Okay. Yeah. Something is happening with the cable. I don't know what is it. I hope it won't. Yeah. It's something with the cable. I cannot hear my... Okay. How's my voice? There is a shit ton of stuff around, but I'm sorry. Holy shit. How it should be better? It's a little bit out there. It is what it is. And I hopefully won't get any problems with the audio issue, because there is somehow an audio issue. Okay. So I'm just waiting for the
I'm on Discord to go through. And my Discord is my Discord throws. Okay. And okay. We are Gucci. So we can go on. Continue from where we left off. Yeah, and this is not ideal. This should be ideal. For anyone that doesn't know, we can play around. We will probably do some stuff tomorrow, like the side quests and side stories and all around things. Just make it a little bit better for us. For those who didn't know, yesterday we went on and said the teacher got beaten up, got kidnapped, beat the people up, came back, and we are going to check on the teacher. How is she doing? If you will hear anything in the background, I am sorry about that, but I have my dishwasher running and my notebook rendering at the same time. So I need to, is this the left side or right side? This is a left, this is a right, so it's right, right side, side view, right back. Okay, and just let me see, this is the left side then, so let me just start the render image. Okay, so yeah, I apologize for inconvenience of any behind the stuff. Yeah, I think it's okay.沢先生、俺です。八神です。どうした？鍵がかかってない。え？沢先生。おい、タモ！嘘だろう。Not expect that to happen. But it makes sense. Yagami の前に突然降りかかる清涼高校教師、沢陽子の死。彼女を殺害した RK 相馬の目的は、偉人町の便利屋クアナを捕まえることにあるようだった。偽名を使っていたという。クワノの正体をめぐり、ヤガミは底知れない闇に直面していく。Yeah, fuck. Yeah, I think the fucking cable is already broken up.Getting better intervals. はい。
わかりました。なるべく部屋の中のものには触らないと。この部屋の中で待ってればいいですか。今現場にいるのは僕とあと二人。河村町の探偵で八神さんと海藤さん。何日か前からうちを手伝いに来てもらってるんです。はい、わかりました。警察すぐ来るって。そうか。先生を殺したのは相馬だ。あいつ先生には用はないって言ってたのに、なんで沢先生が巻き込まれなきゃなんねんだ。それが知りてえなら、俺らは探偵だ、ターボ。普通の仇には見えねえものが見える。気づかねえことに気づける。今がその力を発揮する時なんじゃねえのか。そうかもね。この現場で問題なのは、誰が先生を殺したかじゃない。なんで彼女が殺されなきゃならなかったのかだ。沢先生はどうやら便利屋の桑名と知り合いだった可能性が高い。だから桑名を追ってた相馬たちはここに押し入った。となるとこの部屋で探るべきは先生の交友関係か。その中に先生と桑名との接点が見つかるかもしれねえ。ああ、ただその桑名っていうのも偽名だったらしい。本名は確か北方だ。相馬がそう言ってた。怪しいな。これは目につく傷はここだな。どう、海藤さん。小さい傷だが、長い針みたいので突き刺された感じが。多分アイスピックだ。相馬が先生に突きつけてた。怪しい。なんだ。血だ。そんなに量はないけど。ああ、そうみてえだな。これは。ねえ、八神さん。それ、沢先生が高校生だった時の卒アルだよね。黒川学園の。なら、間宮ゆいとか、いじめ加害者の河合なんかも映ってるんじゃない？ああ、そうだな。そのはずだ。血が跳ねた先に、そんなのがあるなんてね。僕らに手がかりを教えたかったのかな、沢先生。どうする？アルバム、中を見てみるか。いや、でも殺しの現場で物を動かしちゃまずいか。見るなら早くしないと。そろそろ警察が来ちゃうよ。じっくり見る暇はないってことか。となると、このアルバムは一旦預からせてもらおう。ここでやらなきゃ、もう俺らが。一旦預かるって。いいわけねえだろ。黒川学園の卒業生らにはみこし。けど今そう考えてるのは俺らだけだ。警察なら俺らが持っとくべきだな。考えてる時間はねえぞ、杉浦。僕が泥棒する役じゃねえ。お前そういうこと言うんだ。
んだ。これは なるほどな。すると名探偵、お前さんが思うに沢先生を殺したのは相馬和樹、神室町の RK って半グレグループのリーダーです。そうかい。じゃあそれで一件落着だな。そちらはこの現場をどう見てるんです、ナベさん。なれなれしいぞ、あんまり調子に乗るな。沢先生の部屋には無数の男たちが押し入った足跡がある。お前らも含めてだがな。まずは足跡の分析、周辺防犯映像の解析、目撃情報の聞き込みをして俺らは星たちを絞り込む。もちろんその RK も調べるよ。ご協力に感謝だ、八神探偵。さっき検視官がその部屋に入ってったみたいですけど、遺体を見てたんですよね。ああ、とりあえずざっくりの状況だけな。この後沢先生の遺体は司法解剖に回される。そのざっくりなところで死因と死亡推定時刻は。死因は首の後ろ盆の窪へのひと突き、アイスピック状の凶器によるものと考えられる。遺体は死後3時間程度とのことだ。3時間。じゃあ俺がスマホ越しに彼女を見た後すぐだったんだ。鍋さん、警察はすぐに相馬を手配するべきです。相馬ってのは今警視庁に紹介中だ。顔写真もねえのに手配もクソもねえだろ。じゃあ町に出てる半グレっぽいのに片っ端から職質するのは。ここらで見慣れない顔がいたら RK のメンバーです。気持ちはわかるがそう熱くなんな。それより俺は便利屋の桑名にも興味がある。偉人町じゃ古参の住人だ。あいつがなんで神室町の半グレに追われてた。おまけに桑名ってのも偽名だって。沢先生とはどういうつながりがあった。それ全部知りたいですよ俺も。肝心なとこの情報がねえんだな。あ、今日も帰っていいよ。ただしいつでも連絡が取れるようにしといてくれ。いいんですか鍋さん。ああ、こいつらは首はつけない方がいい仕事するタイプだ。口は悪いが人見る目はあるな、あんた。なんだよ。鍋さん、江原のことは聞いてこないんですね。俺この間拘置所で接見してきましたけど。ああ、あの件な。江原が三越場を殺してる動画が出てきましたよね。俺はその件で沢先生と話そうとしてたんです。つまり今回の沢先生の事件と三越場殺しには何か関連があるかもしれません。なら江原から何か情報を引き出せるんじゃ。なのにあいつにはもう興味なしですか。俺らはもう江原にだけは触るなと上から言われてる。もし奴を三越場殺しで調べるならその前に判決の出てる痴漢の有罪をひっくり返せだとさ。そんなの警官の立場でできるわけねえ。
おかげで三越場殺しの調べはもう誰にもやる気がない。うちも警視庁も検察もだ。捜査ってのは刑事にやる気がなきゃやめてもいいわけですか？解決の見込みがありゃ今からだっていくらでもやる気出すけどな。江原が怪しいのはみんな百も承知だ。それでも触るなと言われてんだよ。そういう事件は俺ら現役バリバリがやる仕事じゃねえ。署の片隅で塩漬けにされるんだ。じゃあこの沢先生の件も同じことになるかもしれませんね。おい、口に気をつけろよ。これその目つきは俺らにじゃなくもっと他に向けてくださいよ。臭いもんへ蓋しようとしている上の人たちに。なんだと。よせ桜井。急なことで私も先生方もまだ詳しい状況を警察から聞かされてはいません。沢先生がその何らかの事件に巻き込まれたということで、皆さんにもマスコミのマイクが向けられるかもしれない。でもどうか相手にしないようにしてください。私たちはまだ何も知らない状況だし、皆さんがマスコミに何かを説明する義務は一切ありません。今はただどうか沢先生のご冥福をお祈りしてください。どうかどうか。では3年生の端から順に教室に戻りなさい。あの八神さん、理事長からもし学校にいらしてたら八神さんとお話ししたいと。沢先生のことで。わかりました。理事長室ですか？ええ、よろしくお願いします。八神さん。ああ、いや。驚きました。沢先生のこと。うん、そうだよな。八神さんは何かご存知なのですか？現場に居合わせた。俺が第一発見者だったんだ。え？犯人はまだ捕まってないけど、誰がやったかは分かってる。私も何かお力になれますか？事件の情報さえ教えていただければ。いや、ダメだ。こっちは危険すぎる。お前を巻き込むわけにはいかないよ。ですが。沢先生の件は俺に任せてくれ。お前にだってやるべきことはあるだろ。八神さん。はい。なんだよ、そんなに落ち込んでると自慢の推理力が鈍っちゃうんじゃないか？なるほど。ええ、そうですね。そんなことになってしまったらミスケンの活動に支障が出てしまいます。ああ、だからマサは俺とお前はいつも通りで行こう。ミスケンのみんなにもそう言っといてくれるか？そうしてもらえると助かる。はい、わかりました。One is trifling and the other one is killing them for shite. どうぞ。
来てくれましたか。ええ、もちろんです。おかけになってください。刑事さんから聞きました。沢先生の第一発見者があなただったと。そうです。あなたは事前に沢先生の身を案じてました。私には見えないものが八神さんには見えているんですよね。そのつもりでいました。でも見えていたつもりのものが全然違ってきていたり、俺にもまだ消化できていないことが山ほどあるんです。それは例えば何です？異人町の便利屋で桑名という男がいました。事件の直前、俺はそいつと沢先生の自宅前で鉢合わせています。ではその人が犯人ということで？そうではないと思います。ただ桑名をめぐったごたごたに沢先生は巻き込まれた可能性があります。実は桑名というのは偽名で、神室町の半グレたちに追われていました。 RK というグループで数日前には河合というチンピラを探していたんです。河合は13年前沢先生の高校時代の同級生でした。どうやらもう私には理解できません。あなたが今日まで調べた情報量は生半可じゃなさそうだ。でも私はもう限界ですよ。方々からの問い合わせにマスコミ対応です。この老体には応えますよ。お察しします。でもやはり一番きついのは若い人たちが次々に犠牲になっていることです。三越馬君の死体発見に江原さんの殺人動画流出、そして今回の沢先生の事件です。私はそれらが別々の事件だとは思いません。どこか深いところで根っこがつながっているんじゃないでしょうか。俺もそう思います。もしその根っこを掘り出すのならどれだけの土をかき出せばいいのか想像もつきません。それでも八神さん、あなたには最後まで掘り続けることをお願いしたいです。そして沢先生の無念を晴らしてくれますか。あんないい先生がなんで。まだこれからだったんですよ彼女は。なんでこんな、あんまりじゃないか。今はまだはっきりした手がかりがないんです。だから根っこを掘り当てられるかはお約束できません。ただ誰が何を言っても、何人で止めに来ても、俺は掘り続けます。そうですか。ここ数日は本当に悪夢のようでした。だから久しぶりですよ、いいニュースを聞いたのは。俺も話せてよかったです理事長。あとは沢先生の2年2組が失敗です。八神さんもよくご存知の通り少し不安定な子たちがいますから、また今回の件で例のいじめが再燃したりしないか。甲田さんのことですよね。わかりました。俺も学校にいるときは気にかけるようにしますよ。Okay. This is way too sadder than I expected. Give me just a minute. And one more, this one.
and I do apologize for any background noise you will hear coming from me. Yeah, thanks to my amazing navigation skills, I would get lost in this school every single day, probably. The only thing that would help me would be probably just the markers. This thing. Help me figure out which floor I am on. Speed up the walking a little bit. There will be probably lots of cutscenes. Yagami-san, janai tsu ka? Nani shi ni kitan desu? なんかおかしいですよね。八神さんが来た途端、三越場先生が死体で見つかって、次は沢先生が殺されちゃった。まるで疫病神みたいな。確かに、そうかもな。みんなマジ神器臭くてだるい。沢先生って男子受けは良かったけど授業は程度低いし大して面白くなかったし、少なくとも私は全然一緒に泣けないっすわ。偽善者っぽい。三越場先生の時はみんなはしゃいだりしてたくせに。おい、お前も黙ってろよ。せえぞ童貞。おう、んだよこうだ。八神さん、私たちなら大丈夫です。今はわからないことだらけでみんな不安定なだけでも、だから沢先生に何があったのか分かったときは私たちにも教えてもらえませんか。優等生気取り、すかした顔しちゃって。何、どうしたんだよ茜、お前変だぞ今日。前にも言ったと思うけど俺は探偵でさ、三越場博がなんで殺されたのかを調べてた。それで沢先生とも話してたんだ。彼女はその事件との関連で巻き込まれた可能性が高い。だから俺は先生のことも三越場のことも絶対に全部はっきりさせる。いいよどうせ。ネットじゃ三越場先生完全に悪者じゃん。昔いじめしてたから殺されて当然だったって。そうだな。なら俺のレポートが聞きたくなったらその時声をかけてくれりゃいい。お前の抱えてるそのモヤモヤ晴らすには俺の仕事は役に立てると思う。なんだよ探偵って。ああうさんくさ。あいつさ、あかね、三越場先生のこと好きだったんだよね。ノリも合ってたしめっちゃ話してたのに、ある日どっか消えちゃった。仲良くしてたつもりが自分の一人相撲だった。
おかげでモヤモヤしっぱなし、それで自分にブレーキがかけらんなくなってったんじゃないかなって。だから今までのこと許してくれって言ってるわけじゃねえよ。自分たちが許されないことしたってわきまえてんなら上出来だ。ごめんな、コーダ。これまでしてきたこと全部。彼女には一生許されないと思ってろ。それが当然なんだから。そうっすね。でも、よく謝った。Only if this was easiest thing to do in real life. okay. I'm doing only the main story. If I will not get myself locked up in a story again, tomorrow I will do all the side content available.And just one more jacket, so I can finish this, I can do this, I can do this, and I will have one more, okay. Well, that's nice. okay, we'll have lots of work tomorrow. And it's my free day, so yeah.That's nice. yes. Back.You call me 99, so we hammer out our strategy. Can I make it? How many do we have for tomorrow? One, two, okay. Two side quests, one in Camaraccio.Really? Yeah, that's nice. Get the fuck out of here. God damn. But this one was not so clever. I love the plots. Especially when they put either spaces in between the dots, so they...Algorithm won't catch them. Or they just do the ads. Don't do the ad symbol. They will write it in one sentence, I think. Yeah, they are expanding the business.Far and wide. Got them bots. What's up with these spawn points? Come here. Oh, come on, really? really? I always get excited. Then it's the freaking plot. It's
sorry. Oh, revenge from yesterday. Come on. Oh, wow. Okay, I thought I would get away now. Of course, they do that. Get to the monster. I have this, as I have the application of the thing. It's this side. Yeah, there will be lots of tomorrow. We have a lot of tomorrow. I'll repeat some. お疲れ様です、八神氏。高校の様子はどうでしたか。理事長が全校生徒を集めて集会を開いてた。沢先生の件でみんな動揺してる。うん、そりゃそうだよね。 矢上氏が来るのを待っていました。これからやるべきことを話しましょう。よろしいですかな、矢上氏。沢先生は昨日職員会議中、自宅に空き巣が入ったとの電話で呼び出され帰宅しています。その後の状況から察するに、 電話は RK がマンション管理人の名前を語ったものだったと思われます。そして沢先生は RK の連中に囚われてしまったのです。だが RK の目的は沢先生じゃなくて桑名を捕まえることって話だったよな。ああ、阿久津も相馬もそう言ってた。だから多分沢先生は桑名をおびき出すために利用されたんだと思う。 なんで沢先生が桑名をおびき出す餌になるんだよ。あの二人はどう繋がってんだ。それもそうだけど、そもそもなんで RK は桑名さんを追いかけてんの。神室町の半グレが偉人町の便利屋をさ。ああ、わからないことだらけだよな。だから俺らが最初にやるべきなのは RK より先に桑名を見つけて話を聞くことだと思う。 そもそもあいつは桑名じゃなくて喜多方ってのが本名らしい。 RK は逆に桑名って名前を知らなかったみたいだ。結局俺らは偉人町の便利屋ってこと以外に桑名のことを何も分かってないんだよ。ちなみに桑名さんは昨日から連絡がつきません。一応留守電には返事が欲しいと言っておきましたが。あいつが便利屋をやってた事務所の場所は？ 桑名さんって仕事はスマホ一つで取ってたみたい。だから名刺にも事務所の住所とか書いてなかったんだよね。そうだ、カイトさん、さっき桑名さんと飲み歩いた店に何軒も電話してたでしょ。あの人がどこに住んでたかって。おう、
で、ついさっき分かったんだがよ、どうも桑名のやさは中央通り西にあるプレハブみてえな家らしい。仕事の依頼料が高え割にはえらく汚いとこで寝泊まりしてるんだと。そこまで分かったんなら、うん、まずはそこに行こう。そう来なくっちゃな。つくも、話の続きは後だ。なかなか腰が落ち着きませんな、矢神氏は。行くぞ。どうだった？これなんだろう？これって機械？おっと、前。Это да, на. Им надо на запах. I'm looking for something. Hello. I think the item spawned by the person who's looking for it right now. That's nice.加減にしろや。出発するか。Why did she was taking picture of the guy? Guys, ass, what the hell? ここ？クワナのねぐらって。ああ、そうらしい。なるほど。モブリの便利屋って感じの家だ。あ、すごい。あ、なんだよ、どうした？ドアが壊されてる。バールか何かでこじ開けられたんだ。なるほど。誰かが一足先に来たんだとしたら RK の連中だろうぜ。今クワナを追ってるのは奴らと俺らだけだ。
先を越されたな。仕方ねえ、 RK も頭数だけは揃ってんだ。人海戦術で来られりゃ競り負けることだってある。クワナは多分昨夜からここに戻ってないんだと思う。自分が追われていると気づいてどっかに逃げたはずだ。下手するともう偉人町からも出てったかもしれない。じゃあ俺らはここで何をすりゃいい？あいつの本名は喜多方ってことだった。だとしたらなんで偽名を使わなきゃいけなかったのか正体が知りたい。そこから沢先生との接点が見えてくるかも。要は桑名の正体を知る手がかりが欲しいってことだな。俺が言いたかったのはまさにそれだよ、カイトさん。Po 11 koło. Detective mode activated. Ah, カップラーメンの食い残し。実はこの部屋荒らされる前。タバコだ。どうだろうな。まあでも気分によって火のタバコも吸ってたんじゃないか。確かに。両方吸い分けてる人。これは。灰皿だ。でもなんか妙だな。何がだ？この部屋の中、食い残し飲み残しが目につくわりに、この灰皿は随分綺麗じゃない？そうか？これは灰皿。確かに綺麗かもしれない。洗いたてっていうか、しばらく使ってないか。で？なるかもしれない。There has to be something. Yo, wait, wait, wait. このまま手ぶらで帰って。めぼしいとこは。一度調べたとこで。あ？なんだ？これってパソコンの電源ケーブルかな？ここにノート PC が置いて。PC の中には。じゃあもうめぼしいのは全部。社会に顔が利くとか言ってた。雑用全般、便利屋名乗るか。
これは。そしたら矢探しされてもこんな口まここの湯、うん、そうか、俺らより先に。I don't say anything. このタバコ、普段クアナは電子タバコ、つまりどういうこのタバコを多分クアナは吸ってないんじゃないか。吸わねえもんがなんでここにあるんだよ。だろ。ん？ん？あれ、このライター、なんだよ。USB メモリーだ。そいつをライターに偽装してた。おお、こいつは当たりじゃねえか。わざわざこんな風に隠してたってことは、クワナにとってよほど大事なもんだぜ。問題はこの中に入ってるデータだ。パソコンがあればすぐに見れるんだけどな。よし、そうと決まったらつくもんとこに戻ろうぜ。
すっかり暗くなっちまったな。あ？なんだよ、タボ。お出迎えが来てる。あ？もしかして、RK か？ああ。桑名を追いかけてんのは、RK か俺らくらいなんだろ？相馬と阿久津がいねえ。チッ、こいつら下っ端だぞ。よかったじゃん。もし相馬がここにいたら、俺は自分を止められる自信がないよ。お前らの中に話のできるやつはいるか？相馬と阿久津はどこにいる？俺から死ぬやつと話すことなんてねえよ。そっか、そっちがそのつもりなら俺らも遠慮なくやれるな。こっからでも切る。Oh, come on, really?相馬と阿久津はどこにいる？あいつらと話をさせろ。こっちからは連絡が取れねえんだ。あの人たちとの連絡はいつも向こうからの一方通行だよ。そんなこったろうと思ったぜ。RK の大半はただの駒でしかねえ。ああ。でももっと言えば、多分相馬も現場の駒で、誰か黒幕がついてるんだと思う。半グレは金にならない仕事なんてしない。なのに、わざわざアウェイの偉人町で殺しまでやってんだ。そっか。つまり。でかいスポンサーによほどの条件を出されてるってことか。ああ、そうでもなきゃ相馬たちがこっちで暴れ回る理由がない。じゃあその RK の黒幕ってのは？そいつが誰かはわからないけど、何がしたいかはわかる。なんだよ。桑名を捕まえることだよ。 RK はそれに従ってんだ。そして沢先生はその巻き添えになったんだと思う。そうかい。なるほど。くそ、絶対その黒幕を引きずり出してやる。ああ、俺らが桑名を追いかければいつか勝ち合うはずだ。で、今その手がかりになるのがこいつなのかも。じゃあ早いとこスクモンとこに戻るのが良さそうだな。何なんです？あんたら桑名さんの知り合い？ええ、まあ。そこの倒れてるのは？ただの酔っ払いですよ。目を覚ましたらちゃんと家に帰るはずです。なるほど。そりゃいいや。あの、失礼ですが、桑名をご存知ですよね？そうね、10年以上隣に住んでるから。桑名さんは便利屋さんだし、
うちで何か手が足りないときは手伝ってくれてたよ。お代はうちの日替わり定食でね。実は昨日から桑名と連絡が取れないんです。どこかあいつがよく顔出すところって知りません？そうだな、それなら彼が横浜に来た頃いろいろ世話してくれたっておじさんがいるんだよ。桃園の親戚とか言ってたな。おじさんか。昔屋さんだったけど足洗ってからはずっとバーをやってるんだ。そのおじさんが町の人に桑名さん売り込んであげてた。桑名はここで便利屋始める前は何をしてたんです？どうだろう、普通に会社員とかじゃなかったかな。そういえば聞いたことなかったかも。桑名の桃園ってのはどこでバーをやってるんだい？ああ、それなら清廉って店で、中華街の方だ。二三回俺も飲みに行ったよ。マスター、昔は屋さんでも今は丸くなっていいおじさんだからね。なら、俺らもそこに行ってみるかな。次は RK に先を越されたくねえ。急いだ方がいいだろうぜ。お話どうも。お騒がせしました。いや、別に行って。お、行くか。ああ、いいね、とりあえず。ああ。Oh, I cannot because yeah, I have someone. How much of the experience I have? 30k, okay. Boost, great, boost, attack, boost. When I have low HP. Oh wow. This guy is fast. Yeah.
Really, that's what I could do. Okay, Well, let's do the one in the middle. That's probably the best. Let's put this one. Let's do this. Or this one. Yeah, let's do the expensive dishes. いただきます。 I don't care much for the bonus. I just want the HP bonus. On bosses, I need to start in the crane form because I can. And just take the attack bonus to the red one, and the red one will annihilate me. Yeah, I should use the trigger more, but don't like much using it. It's good for clearing areas. If I look at any place where there is like 500 of them, yeah, that's the way to trigger it. Yeah, you just walk all ham on your opponents. Yeah. Seinen, ここだな、タボ。クワナの投影ってのがマスターをしてるはずだ。すいません。お邪魔します。またもぬけの殻か？なんか店の中荒れてるね。家探しされたってほどじゃないけど。ああ、慌てて夜逃げした後みてえだ。じゃあここのマスターももうどっかに逃げた。だとしたら勘がいいな。そのうち RK の奴らも。クワナを探してここに来るはずだ。出発するか。Oh, I always look at my phone. ここ店の名前セイレーンだったよね。あ、おう。はい、セイレーンですが。
相馬、よく避けたな。でも残念、アイスピックは女用なんだ。カイトさん、RK が何のイニシャルか言ったっけ。カイトさん、レッドナイフ。この野郎、そうな。ここのマスターは鼻が利くらしいな。まんまと逃げられた。なんで沢先生を殺した。まあいろいろ知りすぎちゃったからな、あの先生。 Oh fuck, I'll need that explanation. お前らもそう、もう捨てておけないとこまで来ちゃった。こないだヘマしたな、俺を殺し損ねた。反省してるよ。阿久津に任せた俺のしくじりだ。そしてお前はここまでだ。そうか。カイトさんいなきゃお前一人。アスホース。わけないよ。え、なんそうさ、今日も。We are both.Oh, nice. And come on.Oh, come on. Oh, oh. Take your chair. Lilia, sit down. Sit down, Lilia.先にお前を刺しとくべきだったかも。くそ、綺麗に脳が揺れたからな。足に来てるだろ。立てるようになるまでちょっと時間がかかる。暴れると痛い時間が長引くぞ。そういえば沢先生の時は一瞬だったな。なんだと。こんな時に無粋だよな。人の店で何をしてる。あんたここのマスター。ああ、桑名君の知らせでお前らが来る前に逃げることができた。俺はもうその店に二度と戻らない。俺らは
はその桑名さんと話がしたいだけなんです。そんなに怖がらないでくださいよ。若い女性を自宅まで押し入って殺したそうなんだ。なら70過ぎのじじいはもっと躊躇なく殺すだろう。八神さんに電話を代わってくれ。さもないと殺に通報する。あんたがなんで八神と話したがる。グズグズするな。今110番のダイヤルを押し終わったぞ。お前に用はない。ここのマスターがお前に代われって。悪いけど話は後だ。すぐ店の前に救急車を回してくれないか。相棒が腹を刺された。何？頼む、急いでくれ。 20,000 experience. Nice. So good.相棒の彼はこれで大丈夫だろう。俺は今あんたを遠くから見てる。探さなくていい。今そこで会うつもりはないんだ。サバイバーというカラオケスナックがあるんだが知ってるか。この街では一番安全な店だ。川沿いのスナック街にある。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか。あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も断つ。ずいぶんせかすんですね。10分のカウントダウンはもう始まっている。スナック街のサバイバーですね。そうだ。すぐに向かいますよ。ではまた後ほど。待たせたな。出してくれ。町のハングレ集団 RK が追うのはベンリア・クワナ。 Killed my teacher wife. I'm going to beat the shit out of them. 妖子との接点を見つけるべく、ヤガミはクワナの正体を探る。やがて浮上してきたのはクワナを異人町の人々に仲介したというバーのマスター。彼は誰も知らないクワナの過去を知っているはずだった。Being your best self is the one of the best things you can do. 俺はあなたにクワナのことを聞きたくて、セイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか。あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺は今から10分以内に。
Okay, 40,000 to 2,000. And we want to come here. We'll unlock more and more stuff. Nice. For money, better. So now you will need a shit ton of money for the race. Oh. Get the fuck out of here. Shut up!
No, they are from the 7th installation. よく来てくれた。セイレーンのマスターですか？ああ。カウンターで話そう。来てくれ。カムロ町の探偵さんなんだってな。ええ。そちらはクワナの遠縁だって聞いてます。失礼ですが、お名前は？あんたと会うのはこれっきりだ。名乗るつもりはない。ただクワナ君から見ると俺は義理の叔父に当たる。誰にだって親戚の中に一人はいる半端者。それが俺だ。元ヤクザだからな。横浜でですか？ああ、清流会って組だ。組を抜けてから今日まで20年、町で店をやってた。それがさっきのセイレーンですね。あなたが偉人町出てったらあの店はどうするんです？ふん、そいつは余計なお世話だ。失礼しました。あんたは探偵だ。人に物を聞くのが仕事なんだろうよ。さっき親戚と言ってましたけど、桑名というのは偽名だったと聞いてます。ほう、そこまで調べてたか。あいつの本名は北方でした。神室町から桑名を追ってきた半グレたちがそう呼んでいたんです。私にその答え合わせをしろというのか？そんなつもりで来たわけじゃない。じゃあどういうつもりで俺をここに呼んだんです？ああ、実はさっき桑名君に頼まれて彼の事務所に行ってきた。あるものを回収してきてほしいということでな。あるもの？まだ全部吸い終わってないタバコだ。中にライターが入ってる。だがそれは誰かに持ち出された後だった。それってただのライターじゃないですよね。実際はライターに見せかけた USB メモリでした。やはりあんたが持ってたんだな。こいつを回収するよう桑名から頼まれたんですね。桑名君としては他人に見られたくないデータが入っている。俺に渡してほしい。中に入ってるデータって何ですか？教えたらここで渡してくれるか？いえ、中を確かめてみないことには。桑名君は追い詰められている。だからこの老いぼれをここによこすしかなかった。俺にできるのはあんたの恩情にすがってそのライターを渡すよう頼むことだけだ。もう力ずくでは奪い取れん。正直乱暴に来られるよりそう言われる方が揺らぎますけど、どうしてもこれを渡せと言うならせめて桑名に会わせてください。あいにくだな。彼はもうこの町を出て行ったよ。何かあればすぐ身一つで逃げ出せるように備えていた。じゃあこれはお渡しできません。彼を追ってきた半グレの巻き添えである学校の先生が犠牲になった。名前は沢陽子さん。まだ若い熱心な女性でした。もともと俺が調べてたのはその学校の教育実習生が殺されたって事件です。その線をたどって沢先生に話を聞こうとした時、彼女のマンションでなぜか桑名と出くわした。あなたは沢先生をご存知でしたか？さあな。あなたにもわからないんですか？神室町の半グレが
なんで桑名を追うために沢先生のところへ押しかけたのか、そして桑名と沢先生をつなぐ接点が何なのか。わからんね。だとしたら今俺の持ってる手がかりはこのデータだけなんです。桑名にとってこいつが大事なら代理じゃなく本人が俺に会いに来るべきでした。そうせめてやらんでくれ。彼に裏社会で生き延びる技を教えてやったのは俺だ。桑名も以前はヤクザだったということですか。いや、元は真っ当な堅気だった。だがある事件があって日の当たる世界では生きられない人間になったんだよ。それでセイレーンにいた俺を頼って偉人町にやってきた。便利屋家業を進めたのは俺だが、あの子はとても前向きに裏社会に染まっていった。前向きにですか。皮肉で言ってるんじゃない。裏社会を学ぶことに強い目的意識を持っていた。目的意識？何の目的です。ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。これ以上俺にあんたと話すメリットはない。あなたをこのまま行かせてしまっていいものか悩みます。腕ずくでこの年寄りを捕まえておくか。やめた方がいいな。この店でそんな真似は許されん。ここが偉人町で一番安全な店でしたっけ。ああこの町で最後に話せたのがあんたでよかった。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきた。ごちそうさま。ありがとうございます。八神。ん？あれ？あんたハンピン龍馬の。東京から随分お友達を連れてきてくれたな。やっぱりよそ者は信用できねえ。何の話だよ。お友達ってもしかして RK のこと？だとしたらあいつらはそんなんじゃ。おい、鉄道だから誤解なんだって
来な。I hate the bleeding. また誰かに俺を襲えって雇われたのか。別荘カムロ町のハングルが若者側で街を歩いてやがる。そうかと思うや、若い女の先生が自分家に押し込まれて殺された。どうなってる、偉人町で何が起きてんだ。ああそこで怒るまではまあわかるよ。けどだからってなんでいきなり俺を襲うんだよ。お前に優しく聞いてやる義理があったか。殴って痛い思いさせるや、知ってること全部吐く。あんたもっと身内以外にも優しくした方がいいって。いえや八神、カムロ町のよそ者たちが何をしてる。よく分かってないのはこっちも同じだ。ただ少なくとも俺はあんたらの敵じゃない。殺された沢先生を知ってたんだ。俺が事件の第一発見者だった。犯人は RK のリーダーで相馬って男だよ。くそ、マジか。やつら何しに偉人町に来た。わざわざ何十人もで女一人殺しに来たのか。
RK はクアナを追ってんだ。知ってるか、ベニヤの。ああ、知ってる。でもなんであいつが RK に追われてんだ。今それを調べおかげで RK と勝ち合って、さっきは相棒が腹を刺された。そうかと思ったら今度はあんたらに囲まれて、全然調査がはかどらない。なるほど、分かってくれた。今この場で俺が言えるのは一つだけだ。ん？ RK がこの町にいる間だけ、お前は俺を兄弟と呼んで構わない。は？なんだよ急に。もちろん俺が兄貴分だ。それって喜んでいいの？俺の兄弟分なら今後ハンピン・リューマンに襲われることはない。お前に手を出すやつがいれば、そいつらはハンピン・リューマンにとっても敵だ。俺はな、偉人町が俺らの町である限り、女子供に手出しする輩は絶対に許さない。ああ、お前もそう思うだろ兄弟。急に距離縮めてくるんだね。付け加えると、お前が兄弟分になれば、俺もこの人数で返り討ちにされた面目が立つ。なるほど、そういうことか。RK のことで何か分かったら俺にも教えてくれ。特にその相馬ってリーダーの居所だ。それさえ分かりゃあとは俺らに任せろ。女先生の仇は取ってやる。なぶり殺しにしてな。ちょうど今連絡しようと思っていたところですぞ、八神氏。セイレンで海藤さんが刺されたとの情報が。本当なの、八神さん。何があったの？ああ、本当だよ。全部話すから。ただ、その前に筑後に調べてほしいもんがある。何？クアナのアジトで USB メモリーを見つけた。ライターに見せかけて隠してあったんだ。すぐに中身が見たい。じゃあカイトさん、その相馬ってやつに。脇腹をナイフで刺された。クアナを追いかけてて相馬と勝ち合ったんだ。俺も正直危なかった。相馬一人にやられるとこだったの。八神探偵事務所か。ああ、で俺はその後クアナの遠縁だっていうマスターに呼ばれて、その USB メモリーをよこすように言われた。その中を見ればクアナの正体と目的がわかるらしい。今開いてみましたが、中身はデータファイルが一つ入っているだけですな。内容は？動画ですね。内容はこれから再生してみましょう。いいですか？なんだろう、すごいドキドキするんだけど。フルスクリーンにします。おら、おわ、決まった。すげえ吹っ飛んでんじゃん。バーカ、決まってねえ。てめえ、ミツロ何よけてんだよ。顔で受けろつってんだろ。もう一回やるぞ、もう一回。鈴木、携帯で撮れよ。はいはい。今度はマジですげえの決めっから。おい、いつでもいいよ。おい、てめえ、逃げんな。ミツル、何しらけることやってんだ、これ。ああ、こりゃお仕置きだぞ。もうやだよ。お仕置き、お仕置き。さあ、皆さんと一緒に、お仕置き。楠本ミツルのストリップショー。
だこいつら。楠本充のストリップとそう言ってましたね。ああ楠本充といえば13年前の黒川学園沢先生の同級生で校舎から飛び降りた子だ。厚労省事務次官楠本玲子の息子でしたね。そして30歳になる今に至るも昏睡状態が続いています。この動画は楠本充がいじめを受けてた時のおそらくは隠し撮りされたものでしょう。この動画って桑名さんが隠し持ってたんだよね。なんで桑名さんがこんなものを。わからない。でもセイレーンのマスターはこの動画を見れば桑名の正体も動機もわかると言ってた。うん、ちょっと失礼。この辺り主だったメンバーの顔が映っています。一旦ここに映っている絵から状況を整理してみませんか矢上氏。そうだな、わかったよ。この携帯カメラでいじめを動画の中で名前を呼ばれつ、だとすると僕らも知っているあの人物だと思いますね。ああ、この女子生徒は今マミヤユイ、そして13年前楠本充と同じクラスにいたことは、ええ、やはりこの女子生マミヤさんって。そもそも世間的に楠本充へのいじめ加害者は、しかしこの動画を見ると実態は実は10人近い生徒がいじめに関わっていて、マミヤユイ、もしこの動画が世に出たら楠本充を追い詰め今日まで昏睡状態にしておきながら、そんな風にバレたら社会的に抹殺される。職場、友人、知人、家族に知れたら今の生活を続ける。こいつの顔って、ほう、僕もわからない。思い出した、誰、三越場博の死体発見現場に神奈川県警の刑事に身分証を見せてた。するとこういう事件の周辺にいた人物たちが、ああ問題はそんな動かわいそうだよね、ミツル君。母親の楠本玲子は13年前、まだ厚生労詳しくは分かりませんが、夫とは早くに別れてたようです、ね、もしかしてその楠本さんと別れたと、それで息子の様子を隠し撮りしたのがこの。いや、桑名はさすがに30の息子がいる年には見る。なんだこれは。13年前の9月17日。いや、なんだよ。今、楠本充が屋上から飛び降りた日。つまり、この動画が撮られた後、その日のうちに。あ？楠本充をいじめた加害生徒は、かわい。こないだ、神室町で RK が探し回った、その時俺が。連中に見せられ、そして河合が殺されたらしいと当たりをつ、このあとどういうわけか桑名を追って偉人町に来たってことになるな。
見て新たにつながってきた線もあるにはありました。しかし肝心なところがまだ分かりません。このいじめ動画をなぜ桑名さんが隠し持っていたのかです。ああ桑名はこの動画を隠し撮りをした張本人なのか、それとも誰か他の撮影者からこの動画を受け取っただけなのか。桑名さんと沢先生は何かしらの知り合いだったんでしょ。だったら13年前に沢先生がこの動画を撮っていて、それを桑名さんに預けてたとは考えられない。便利屋って仕事の一環で。ありえるとは思う。ただしっくりは来ない。なんで。セイレーンのマスターが言ってたんだ。え。ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。あの人はこの動画を見ることで桑名の正体もわかるって。でも俺らはまだそこまでたどり着けてない。いじめの隠し撮りからわかる正体って何。桑名が今40前半ぐらいだとして13年前は30前後ってところだ。もしかして学校の先生だったりして。このいじめがあったクラスのさ。そういうことなら杉浦氏が持ち帰った卒業アルバムがありますよ。沢先生の部屋にあったやつです。八神氏はまだ中を見てませんでしたね。そうだった。持ってくるよ。その口ぶりだともう二人は中を見たんだな。ええ、残念ながら教師陣の中に桑名さんの顔は見当たらなかったです。ここが楠本充君がいたクラスのページ。沢先生も写ってたし間宮由衣も写ってるね。クラスの担任はこの人か。楠本充がいじめを受けていたところを何度も目撃してたのに見過ごしてたとか。あまりやりすぎるなよと薄笑いまで浮かべていた。桑名じゃないな、別人だ。他のクラスの先生も見たけど桑名さんはいなかったね。楠本充、この子の写真はアルバム用に撮られたものじゃなかったんだな。ええ、おそらくその撮影をするより前に飛び降りてしまったのです。沢先生は全然笑ってないね。ん？先生は高校を卒業した後は同窓会にも行ってないって言ってたよ。この確かにその集まりだと嫌でも充くんの話をする。こちらには鈴木優衣さんが写っていますね。彼女も楠本充のいじめ自殺に加担した人。このページに写ってる子たちの何割かはさっきの動画に写ってたわけでしょ。ああ、でも河合真也は写ってないんだな。ああ、うん、本当だね。河合は充くんの飛び降り後いじめ加害者として叩かれ自主的に退学したはずです。ネットの書き込みには裏取りはできてませんが自然な成り行きであったろう。本当は他にも叩かれるべきいじめ加害者がいた。その時の担任は充くんがいじめられ笑いながら後で世間のバッシングを。教職を追われた。どうしたの八神さん。楠本充の飛び降りで当時の担任は偉い、うん、だとしたらこのアルバムの担任って辞めた先生の後に来た代わりの先生ってことはないか。なるほど、それはありえる。アルバムに載ってる先生とは別人かもしれません。なんだ。なんだ。
矢上氏、わかりました。楠本満の元々の担任の名前、やはりアルバムに載っていた先生とは別人でした。当時の担任は北方優とあります。北方？え？あ、それってもしかして彼、本名は北方ってんだよ。聞き覚えは？相馬が口にしてた桑名の本当の名前だ。じゃあ桑名さんは元は高校教師？写真も出てきました。これが13年前の北方先生です。桑名だ。確かに。ああそうだ、そうすると沢先生もこのクラスにいたんだから、彼女にとっても桑名は担任の教師だ。それが二人の接点だったんだ。そういうことだったのですね。桑名さんが全てをつなぐキーマンだった。13年前、ミツル君の飛び降りで学校を辞めた北方優は、その後桑名仁って便利屋を名乗るようになった。その時頼ったのが当園だったセイレーンのマスターだ。桑名は積極的に裏社会とも関わろうとしてたらしい。そして何か目的意識が強かったって。目的意識？それってどういう？いじめ加害者への復讐だ。桑名はそもそも生徒たちがいじめなんてしなければ教職を追われずに済んだって思ったのかもな。で、その怒りの矛先が河合深夜に向けられたってのはどう？なるほど。確か河合は5年前神室町で知人らしき男女に車で連れ去られたということでした。じゃあその中の一人が桑名さんだったの？可能性としてはあると思う。その結果河合を探し回ってた RK が5年前の桑名の存在に気づいたのかも。そしてその時の事情を聞きたくて偉人町まで桑名を追ってきた。ああ、それなら RK が偉人町に来た理由になりますね。また河合の知人らしき男女ってっていうくらいだから、桑名さんの他にも何人かいたんだよね。それってもしかして？ああ、これだ。ああ、そこに写ってる子たち？河合の知り合いだった男女。そう言われる間柄なのは間違いない。でもなんでこの子たちが河合を拉致すんの？桑名が協力。どういうこと？ほら、この動画って桑名がこっそり隠し持ってたわけだろ。でもここに写ってる連中にして自分らが同級生をいじめて飛び降りまでさせた。確かにネットに流出でもしたら大変です。桑名にしてみれば彼らの弱みを。いくら脅しのネタがあるからって。河合が殺されたってのは RK がそう言ってるだけだよ。待って、頭が多い。ああ、まだタラレバの話が積み重なってるからな。誰のこと？例えばこの中に写っている間宮結菜、もし河合を拉致した中に彼女もいたなら。そうですね、今矢上氏が語ったのはかですが、間宮結菜からその裏付けを取れたなら桑名さんの居所もわかるかもしれない。まだ桑名は桑名さんって三越場殺しと江原のアリバイ偽装、沢先生の事件、5年前の河合深夜の失踪、あいつの尻尾さえつかめれば。じゃあもしかして今僕らいい線？
多分な。では杉浦氏も矢上氏に同行してくだされ。僕は一人で大丈夫。海藤さんも負傷した今やの。オッケー、助かるよ。ありがとな、つくも。僕の相棒はそんなに弱。しばらく寝とけって。いらっしゃいませ。ありがとうご…いらっしゃいませ。ありがとうご…いらっしゃいませ。ありがとうございました。時間食っちゃったよ。
けっての。いい加減にしろや。しばらく寝とけっての。いい加減にしろや。しばらく寝とけっての。いい加減にしろや。
けって。I don't think there is any much nothing forced on me.時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございます。どういうエフェクトがいけますか。I wasn't down the height.Yeah!
にしろや。Do we have? Okay, got something for 40. I want. Okay, so save. Okay, everyone, thank you for stopping by. I definitely enjoyed today's stuff and try someone. Yeah, from Australia. I've been playing Minecraft for almost the entire day. Or it may have been a day already. It's been 27 hours and I have 20 more to go. It's a 1k celebration sabbaton. So if you enjoy it, come.